まずは手前が。まことのうつつ、おまはんが届かせてくれんね。島津殿の求めなら応じぬわけにはまいりません。奥に初めて会ったとき、体に三日槌が走ったな。まだ足りん。殺す気で来んね。おいを鬼にしてくれんね。天下だの未来だのどうでもよか。真の次元を見るためなら手段は選ばぬ。死ぬわけにはいかん。まことの五つを見るまで。たとえ道家とそしられようと、手前の在りかはすでに定まっているのです。でも総林様には伝わんないんだろうな。もう出て行った原因、やっぱりわしにあるのかな。ザビーランドの超目玉、ジャンボザビーくん。それは子供たちに大人気のマスコットになるべき宿命。そんな大役が宗茂なんかに務まるか心配です。そういや奥言ってたな、旗から見た手前は変な子供の隣にいるおかしなおじさんって。聞いてるのですか、宗茂。はあ、ジャンボザビー君なんかになったら、わし、ますます変なおじさんに。はっ！わし、思い詰めるあまり声に出しちゃった。宗茂、お前、なんてこと。いや、そう、こういう毒舌な性格付けで子供たちの心をつかむのはどうかなと思いまして。却下に決まっています。今度行ったらその下引っこ抜きますよ。はっ、はは。無意識に本音が出るなんて、わしってはもうダメかも。佐賀で祭りをやってるそうですよ。うまいな、これ。そーれ、あ、そーれ、おっとっとっと、あはははは、どうした、これ一つ、もう一つ、あ上杉軍が川中島にて陣を構えました。決心。